山城大橋とは、京都府常用市と京田辺市間の木津川に架かる橋である。国道307号に架かる長さ540.5メートル、幅21メートルの道路橋である。東側で、堤防上を走る国道24号に接続しており、山城地域の交通の要所となっている。現在の山城大橋は百九十八年に開通した二代目で、 中央部に長さ128メートル、高さ18メートルのアーチを持つのが特徴。木津川の山城大橋付近では、近世代から草打ちの私として捕掛け船の収運が行われ、明治末期には、私船が入札金60円、収運8輪で運行された。対象からは、牛も渡したという記録があり、1921年頃には、 入札金120円、周運一線で運行されていた。1934年4月1日には不動に認定され、私船も無料となった。戦時中の1945年には、現在の山城大橋付近の木津川河川時期に B-29 が墜落したという記録が残っている。戦後の1959年秋には、 数十年にわたって、青草橋、青谷橋として構想されていた、念願の山城大橋建設工事が着工し、5年後の1964年4月14日に開通した。開通と同時に、長きにわたって行われてきた渡し船は役目を終えて、廃止となった。開通した、山城大橋は当時京都深西町の512.0メートルを、 誇り、高さ11メートルのアーチを8つ持つ、ランガーガーダー式の橋で、走行費は約2億6千万円であった。その後1970年、一般国道307号に指定され、不動港口平方線から昇格した。昭和末期になると、山城大橋東詰め交差点を先頭に渋滞が多発し、福音6メートルで、 歩道も設置されていないことが問題となった。そのため、国道307号、国道24号の渋滞解消と両岸の交通の円滑化、橋を渡る歩行者の安全性の確保を目的として、山城大橋の架け替え計画が構想された。1980年代半ばからは、新田辺駅周辺の渋滞解消策策として百七十九年八月に、 都市計画決定した田辺バイパスが事業化されており、関連して山城大橋の架け替え構想が具体化された。架け替え工事は1988年に着手し、下流側に新しい橋を建設する形で進められた。総工費は約80億円で、11年近くの歳月を要して1998年11月26日に開通した。 長さ540.5メートル、福音は21メートルと急遽の3倍以上の幅となり、中央部には高さ18メートル、長さ128メートルのアーチが設置された単独、単元ローゼ橋である。橋桁アーチの色は、急遽と関西文化学術研究都市のイメージカラーである虹色を参考にして決められた。山城大橋の掛け替え工事完了により、 以前に多く発生していた交通渋滞の解消に大きく貢献した。その後山城大橋東詰め交差点では、西行きの直進車線が二連化される改良工事が行われ、さらに所要時間の短縮が実現している。山城大橋東詰め交差点田辺調子、編纂委員会。 田辺町市686ページ、1968年12月1日、若原英に、目で見る南山城の百年0年127ページ、郷土出版社、1995年11月24日、i s b n 四から六百六十四から零九八 X 川東へひ又木た川に山城、大橋完成、八和町生だより第十九号、 都市活性化を図る国体まで、完成予定。広報田辺1988年3月号、1ページ、AB 山城大橋が、開通3世代夫婦が通り始め、広報京田辺1998年12月号1ページ、京田辺市4月1日に開通と記述している、文献が一部存在するが、誤りであると思われる。ありがとうございます。